成績が伸びるかっていうと、これ男性誌ってのはあってね、2から3なんですよ。そうすると、うん、名目 5% 伸びると、はい、税収は10から15%ぐらい伸びちゃうんだよね。で 10% にしたって今税収70兆円だから10から15%、そうそうそう、だから今2にしたって70兆円だから、その 10% って7兆円なわけ、はい、ちょっとびっくり合うんだよこれで。だからそのくらいのことはこれすぐ見てわかるから、うん、こうやってまたこれでね、おとどしく言うんだけど、税収の男性値なんて普通に計算すると2から3だからね。これだからちょっと名目成長伸ばしますって言っちゃって終わっちゃうんだよね。なるほど。これは結構簡単な問題です、うん、だからこんなにジャブ出してるけど、多分これは政府は負けるな、うん、だって国民も結構納得し始めてますもんね、うん、で実は私たち、まあ、日本保守党内でもこの問題っていうのは、はい、別に今回の選挙関係なく、はい、まあ、この1年ずっと話をいろいろしてきてね、はい、で私たちは最終的には高橋さんがよくおっしゃってるように N 分の N 乗、うんうん、この形にまで持ってきたいんです、うん、でもそれをいきなりやるっていうのはもう全部の仕組みを変えることになっちゃうんで、うんうんうん、まあ、なかなかハードル高いだろうと、はい、でその中でもうそうですね、去年の段階から広沢一郎がね、はい、広沢さんは一応今のところ日本保守党の事務局次長であり名古屋の支部長なんですけど、まあ、彼はちなみに今月行われる名古屋の市長選に河村さんの後継者として出ますっていうのはもともと副市長で健全日本の副代表でしたからね。で広沢さんはずっと、いやこれ年収の壁をドーンと上げちゃえばいいんだと、うん、ほうほうほう、いう彼もその論者だったんですよ。まさに玉木さんが言ってるのと同じ、うん、ただまあ彼はざっくり今200万ぐらいまで上げちゃって、うん、インパクトあるからその数字が、だからこの玉木さんは確かに高橋さんおっしゃってるように生真面目にやってるから、うん、178って言ってるけど、ね、確かに数字のインパクトとしては200って言ったらこれありますよ、うん、まあ上がったという感じありますね。でやっぱりそうすることによってね、実際まあステルス減税にもなるわけですけれども、うん、同時にねお金使いやすくなるから、いやそれはこの発想大きいですよ、はい、そうでしょ、パートの人たちがやっぱ稼いだ分がそれなりにね自分たちの身になるんだったら使いやすくなりますから、はい、お金間違いなく減税に着目するっていうのはね、うん、だから赤村さんがいるからいいんだよね、はい、これでね、うん、減税が財務省嫌いなんだけど、うん、でも支出 OK するでしょ、はい、ね、減税し同じ政策やるときに、はい、減税額っていう減税で、うん、減税っていうのはでも財政所税歳出というくらいだから支出と実は同じなんですよね、うん、でもねその同じ政策するんだったら補助金の方が実は大体多いの、うん、減税の方が実は少なくて、だからお約束できるの、うん、なぜかっていうとね、補助金にするとね、これガソリン税が典型だけどね、ガソリン税で補助金にするとガソリン税減税よりかは補助金の方が増えちゃうんだよね。なるほど。他のやつお金そのいろんな間に入るからお金取るからなんだけどね、うんうん、まあ、あとまずいのは役所にやらすことが多くなるから、うん、結構不効率になるの、だから減税で実はもう最初に国民に上げちゃった方のが簡単なんだ。まあそう、これ本当そうなんです。これでね、あといいのはね、補助金にすると執行率って役人がトロトロするから執行できないこと多いの結構、はいはい、そうすると執行率8割ぐらいになっちゃうんだ結構、使い残すこと8割、うん、使い残すんだ結構、結構ね、いきなりね、そのなんかこういうような補助金でこういう政策しろとは言っていきなり来るから、結構対応できないんだよ。でもね、減税はね、執行率 100%、だってあたり、今、配っちゃおしまいなんだ、だから私なんかね、実はね、サボりたい方だから、いつも減税言うわけ、役所で仕事しなくていいじゃないかって、ね、ちょっと怒られちゃうんだよね、私なんかね、役人の時もね、なんかこれは仕事をしてるように見せなきゃだめだろうと言って、いや、いいだろ、これ、役人がやれるから、もうね、民間で金配っちゃってね、これで終わりの方が楽でいいじゃないですかって、私なんか言っちゃうんだけど、そういうこと結構言わないんだよ、ね、だからね、これね、減税で攻める人っていうのはね、実は誰が仕事するかっていうので役人に仕事させるのか、うん、民間にお金渡してやらせるってその違いぐらいなんですよ、うんうんうん、そうするとね民間にお金渡してやらせた方が実は最終的には効率的なの、ね、だから多分川村さんは減税日本はこの話よく知ってると思うよ、うん、はい、お金に役人に配らせていろんな政策するのと直接民間に配るのどっちがいいかって話なんだよね。そうです、そうです、全くその通りです、うん、お金を回す市中に回すってことの方が大事ですから、なるべく予算を膨らませないで減税にして雇わないでいいわけ、それでこれはね世界でも結構同じなの、私が今言ったように、うん、役人経由で補助金でやるが減税の方が
まあ、はっきり言えば楽でね、効率高いってことなんだよ、うん、それをはっきり言えばいいんで、うん、それで OECD なんかだと、こういうふうに租税歳出と補助金っていうのの比率を結構いつも計算してるんだけど、うん、日本だけはいつも歳出ばっかりなの。へー、8区割いつも歳出だから、あのガス印税で分かるでしょ、補助金つけてやりますって言うんだよ必ず。いやだからあんなんだったらもうね、あのそのまま減税で配ったのが簡単なの。そうなんですよ。だから玉木さんのおっしゃってることって、ガソリン税減税にしても、この、うん、まあ130万円の壁上げるってことにしても、うんうんうん、これは広く、まあ、あの声、うん、あの要するに駅を売る人がいるし、うんうん、おまけに手間的にもこっちの方がいい。手間がかかんないね、はっきり言うと。だから、うん、あの同じ租税歳出のと、うんうん、あと本当の補助金歳出って考えた時に、ね、租税の方がはるかにいいんで。でこれはだから OECD の国はだいたい補助金よりかは租税歳出の方が絶対多いんだ。そりゃそうでしょうね、うん、その方が楽ないみたいな。いやいや、私は役人的からね、面倒な仕事させないでくださいよ。補助金よりか税金で配ったら簡単じゃないですかって年中言って、年中私は怒られてたけどね。こんな変なこと言うなって言われて、変じゃないっつって、そういう数字持って言ってね、海外みんなこっちの方が多いじゃないですかって年中言ってたんだけど、なかなかあれだね、分かってくれ、分かってってから、あの役人も分かってんだよね。でもね、自分たちの仕事がなくなる、いい、なくなっていいじゃないかって思うのは私なんだけど、そう、いや早く帰っていいじゃないかっていつも言うんだけど、それがね、仕事した方がすごいんだよな。で無駄な仕事を役所の人もしなくていいし、この配るっていう事務そのものに利権が発生するんでしょうね。いや、そういうことですね。そうだよ、ね、はそうです。それが、うん、まあ、財務省がよく言う歳出権の確保って言い方するんだけどね、それが要するに自分たちのパワーの権限なんだ。お金配るのが仕事って、だからね、減税にしちゃうってね、あのそのまますーっとやってやることなくなって、私はいいと思うんだけどね、なんかそれはなぜか嫌がるの。いや、これ9番のニュースがその、うん、まさに話なんですよ。千葉県知事の方が、うん、言ってんだ、はいはいはい、そりゃそうだよ、こんな給付金なんかやらせたらたまんないから、ちょっとね、軽く読みますか、はいはい、減税した方が簡単だ、はい。9番、千葉県知事、職員に多大な負荷、国の給付金案報道に投稿というものです。めんどくさい、こんなデイリースポーツによりますと、千葉県知事の熊谷俊人氏が先月30日 X を更新し、石破総理が11月にも取りまとめる総合経済対策に公明党が給付金実現を求めるという記事を引用し、一体何回目の給付なのか、市町村職員に多大な負荷をかけるのはやめていただきたいと国へ訴えました。熊谷知事は一般紙のネット記事を添付しましたと。そこには公明党が石破総理に、総合経済対策として物価高克服のための低所得者へ給付金支給を求める提言を行う見通しであるとされています。これに熊谷知事は、一体何回目なのか給付なのか、市町村に多大な負荷とやめていただきたいと怒り心頭の様子と。そうだ、国の都合で何度も配りたいなら、市町村から住民データを次元的に集め、国で一元的にするべきと以前から主張していますが、全く検討されていませんと記しました。低所得者への現金給付について同じ事務にもかかわらず、市町村を集めて説明会を行い、市町村ごとに事務フローを整理し、民間事業者に委託発注する、この無駄と負担をまだ続けるのでしょうかとも綴り、いいこと言っていますね。10万円配るたびに事務費に巨額の税金が使われています。今後も選挙の前に現金を給付するのでしょうから、いい加減市町村を巻き込まず、国の責任で事務をしていただきたいと思いますと国に訴えかけましたというニュースです。千葉の、ね、熊谷知事っていうのはすごくリベラルの人で、うん、いわゆるその多様性政策とかね、はい、そういうものをしている人だから、私はその種の考え方には全く賛同しないけど、まあ、これはね、もう本当にドンピシャリのせいだと、うん、そうですね、そう、もう膨大な事務費かかってるし、本当に確かにね、考えてみれば市町村は大変だと思うんですよ、大変ですよね、やるたびに、はい、どうやってやらせるかっていうと、まず書き出して、はい、うん、それで住民から申請させて、はい、それで、うん、そこの、うん、口座に振り込むっていうやり方なんですよね、うんうん、で、どうしてこういうふうにするかっていうと、きめ細かくしなきゃ何て言うかな、いけないとかいう言い方をするんだけど、それで選挙の日は選挙、うん、
あの本当そうなんです、選挙の票集めでやってるんだけど、まあ、説明すると、要するにいろいろと、あのなんだっけな、あの高額な人を排除してね、うん、定額所得者、低所得者だけを限定してやるから、こういうのが必要ですって言うんだけど、あの同じようなこともね、結構ね、税金使ってできるんだよ、うん、どういうやり方かっていうと、今の補助金っていうのは基本的に非課税になっちゃうんだけど、はい、あのまずね、一番簡単な、まあ、あの税金を払ってない人もいるから、補助金はある程度必要なんだけどね、うん、一番簡単なやり方っていうのは、うん、社会保険料をね、うん、まずね、あのみんなほとんど払うからね、それを一律全部減税っていうか、あ、減らしちゃうね、それで、そうすると、うん、あのまあ、全部あの社会保険料っていうのがなくなるんだけど、うん、あのそれを持って全部日中やっちゃって、うん、高額の方の話っていうのは社会保険料なくなった時にちょっと税率が高くなるからね、うん、それでね、あの上げてるお金っていうのを課税扱いすればいいだけなんで、うん、そうすると高額の人はあのまた税金払うから調節できるんですよ、うん、でそういうのっていうのは他の国では結構やってるんだけど、なぜか日本はやらないんだよね、なんかあの膨大な事務をやりたがる、ね、わざとやりたがるの、うん、で私もなんかあの安倍政権の時にね、給付金配る時にね、うん、もうちょっと簡単なやり方があるって言って、うん、あのまあ全員に配るときに、あれもまた全員から申請させてやるんだけど、はい、一番簡単なのは、うん、あの、うん、と政府の振り出し、政府小切手っていうのがあってね、うんうんうん、あの政府の、ね、そう、それが一番簡単、コロナの時に、そう、あれが一番簡単、はいはい、それを配っちゃって、あれ本人しか使えないんだよね、うんうん、でね、選挙の時やるんだったらね、うん、あの選挙投票人にね、あれをね、政府小切手にしちゃえばいいんだよ。はあ、だって名前来るじゃん、はい、来ます、そうそうそう、あれ政府で、あれそしたら国民限定になるもんね、うん、全員減税になって、それであのあれをね1000円からねそこらやればね、うん、みんな投票も行くでしょ、はあ、でもこれをやると、うん、あのもう政権与党ぶったるかもしれないから絶対やらないんだけど、ね、だってさあれ投票権どうせ送ってくんじゃん、まあそうね、あれをそのまま政府小切手にしちゃえばいいんだよ、名前書いたんじゃん、それで持ってって、あのあれ取られちゃうでしょ、それ、うん、で投票したら誰かポチッと押して、うん、それを銀行に持っていくと1000円もらうとか、こういうのが一番簡単なんだよ、いいアイデア、そうそう、投票率ね80%、90% すぐなるよ。今度じゃあちょっと日本保守党のそれ、やってみる、政策として。どうせね、どうせあれだよ、選挙費用っていうのが1000億弱かかるから、うん、これね、1000円をね、あの全国民に配っても大してないんだよね。なるほど。それで、ね、その代わし、あの1000円配るから、あの、立て勘とか、ああいうのをすごく少なくする。少なくするね。うん、そっちの方で行くから、あと、なんか選挙候補かなんかもね、なるべく安くするの。でもね、みんなね、1000円もらうと分かったので、必死になってやるから。いやそれはそうですよ、やりますよ、必死だって自分で見るから、はいはい、どっかにねあの、うん、やっといてね1000円もらえるでしょ、必死になって見るじゃん、うんうん、だからね、そうするとね、ああいうふうにね、あのプッシュ的なやつはいらなくなって、はい、あの自分でみんな情報を見て投票するようになるんだ、そうか、そしてしかもこれは外国人を仕分け、まあ要するに分けられますもんね、うん、だって送ってこないもん、あれが住民票がなくてあれ送ってこないじゃん、だからそれでいいじゃん、いいね、いいね、めちゃくちゃ合理的です、超合理的に考えてるだけなんだけど、あのじゃあ立て替え業者とかそういう人はねちょっと文句言うかもしれないから、うん、それはそうかもしれません、でもね、あのね、ああいうの全部ね、うん、都内何万、あの1万箇所とかどうかってね、あんなのやるよりかはね、うん、1000円をもらえるからここ見てくださいのが絶対いいよ、うん、そうですよ、いやー、分かりやすい、そういうわ、あの投票権すごい仕組みなんだよ、名前がみんな書いてあるから、ちょっとあれ成功ってできちゃうんだよね。ね。あれ絶対にして1000円だったらみんな行くと思うな、というように。そうするとね、新興勢力がね、ビューって伸びるんですよ。これが怖いんだ。これが嫌だから。だからやらない、ね。絶対にやらない、これは。やらないんだな。なるほど。こういうのやったり、あのね、それでね、それが悪病度のばらまきって言われたらね、うん、実はね、もうちょっと言われてね、はい、それのね、投与権あるでしょ、うん、あれで、あの、10万人に100万円あげるって一緒なんだよ。なるほど。当たりとか言う。当たりを入れる。当たりをやるって。これはもっとふざけてるから、だんだんふざけてる話になっちゃうからさ、ダメなんだけど。そう、さすがにそれはダメでしょうね。そうそう、ふざけてきて。みんなに1000円配るは結構いい。まあ、それはいいですよね。はい。でも、10万人に100万円配っても同じだけどね、と言っちゃうんだよな、っていう話じゃない。これは、あのただ単に受け狙いだけですけど、ね、あの、1000円は、まじ、そんな普通だと思うんだけどな。そうすると、投票率高まるよ。そうですね。そうするとね、もっと伸びたと思う。
虫みたいなのがもっと伸びる。そうそう伸びるよ。あもうだからもう自民公明は絶対反対だけどねこれね。そうですね。うん、そうかそうかいいですね。あとその諸外国ではやはりその投票率を上げるためだと思いますけれども、基本的にこれは義務である。あ義務っていう国は結構ある。で、うん、あのしなかったらペナルティーがある。ある。それはあるんですよね。それはある。だからペナルティー上げるかインセンティブ与えるかどちらかなんだけど、うん、あのねインセンティブ私の言ったのはね、うん、強烈なインセンティブすぎてみんなどこの国も採用できない。そうだ1000円もらうなんて言ったら言っちゃうもんみんな。いいですね、うん、でもそれどうせね選挙前に配るとバラマキするじゃんか、まあ、そんなんだったら選挙でバラマキよっていうのが私の確かに言えてる。普通にだって政権党がバラマいちゃうじゃない、それはアンフェアじゃない、うんうんうん、そうですね、うん、だったらあの投票権でバラマいちゃった方のがまだいいじゃない、うんうん、はいはい。それでこの1000円は課税申告かなんかにしていくよ、高額所得者は上手税金に取られちゃうから、うん、あのあその全然ねあの1000円もらったことにはならないよね、うんうんうん、こういう形すると、そうすると本当は2000円ぐらいできるんだよね。うん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 、で、定額の、低所得者は2000円ぐらいもらえて、高額の人は、まあ500円ぐらいの感じになっちゃうんだけどね。うん、はい。それでもいいんだよね。そうですね。うん。だからこういうのは簡単にありますよ、いろんな手は。そうか、うん。でもね、その話戻しますと、うんね、あのコロナの時に高橋さんがしきりと、まあ、おっしゃっていた、はい、うん、政府小切手。なんでなあ、できねえって聞いた時びっくりしたな。なんでできないんですか、ね、政府小切手使ってんじゃないかって。いや、なんかわけわかんなかった。なんかもう理由が分かんなくて、うん、今あるじゃないってみんな使ってるじゃないって言って、いや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 もう言っちゃダメみたいな、もう途中で私もさはっきり言って面倒くさくなるからさ、こういうのって、うんうん、でも他の国もやってんじゃないってなんですよね。アメリカなんかあればらまいたんですよ、ね、確かに。あれだよね、あの政府小切手がポーンと送られてくるんだ、うん、だってでも本人以外使えないから別に間違って送ったって全然関係ない、うん、間違って送られても本人確認銀行行ってチェックされちゃうから、うん、それで、まあ、間違ってこれ他の人の持ってってもダメですって言われちゃうんだよね、うん、まあ、最近はあれだけどね、もうあの、口座にリンクしてるからもうプッシュでポンって入れちゃうことができるようになって、なるほどね、マイナンバーで、ね、あの口座にリンクすれば、うん、いらないのは分かるんだけどね、うん、そんな話をしてたのでもう全然やってみるじゃねえかと私言ったんだけどね。確かに確かに、うん、だからマイナンバーもそのように使うんですよって話であれば、うん、いいんだよ、別にいいと思います、ね、あのだからあの 選挙、ね、あのこう、うん、交付金をもらうときにマイナンバーにプッシュで送られてくるってなったらそれはそれでありなんだけどね、うん、でもね今ないんだったら政府小切手のが一番簡単だよな。いや、どうせ選挙の前でばらまくんでしょみんな。なんだな、選挙の時ばらまいてよ。本当ですよね。なんか政権取られずるいじゃない。そうなのよ、政権取られずるいし、どまけにね、その低所得者って、まあ、高齢者ですよ早い話、うんうんうん、あの本当の意味で低所得者なわけじゃなくてね、例えばその、うん、資産を、大枚な資産を持ってても、うん、こと要するに去年の収入がありませんでしたっていう人はあの住民税非課税になるから、うん、なっちゃうね。だからすごい資産持ってて悠々自適に暮らしてるお年寄りなんだけど、今働いてなかったら去年収入ありませんでしたってことになってるじゃないですか、うん、そういう人のところにみんな行ってんですよ。はあ、それからもう一つ重要なのはね、やっぱり外国人でも去年所得がありませんでしたってところに行くんですよ、あれも、うん、あれもね、だったらあのさっきの住民票でやって、うん、あのなんか投票カード来るでしょ、はい、で投票権ある人だけでいいじゃない。そうですよね、もうそうした、まずそうすべきだと思う。だからその外国人問題がまずあるのと、もう一つはそのだからお年寄りに配るってところがミソで、うんうん、これが要するに票に結びつくんですよ、うん、ってことですよね、うんうん、現役世代とか若い人に配っても選挙行かない人が多いから、うん、そうだね、行く人に配るし、はい、こうお金を配る権利を持っていたいってことですよね。そうそうそう、だから現地が配ってやるんだ、でやってあげたよねっていう、あのそれはその財務省が歳出権確保でね、うん、このね予算つけるときにね、あの大体外郭団体にやらせるでしょ、うん、はい、外郭団体に天下り一人、うん、そういう形になるんだ。なるほどね、みんな大体ほとんどが天下りに結びつくんだけどさ、こういう話って、はあ、やらしいでしょう。いやですね、やらしいでしょう。私こんなことばっかり言ってからね、もうずっと財務省から殺されるんだ。財務省から殺されるって言いながら、いやもうじゃあ何度も殺されてるから、もういいや、もう最近楽しみだよ。またこういうふうに殺しに来たかと思うと、それが楽しみで、もう実は私もう死んでるから関係ないんだよ。死んでる、死んでるって何だって、もう仕事してないし、もう全然もう気楽だもん、お気楽
さんだもん。高橋さん、高橋さんはあのあれですよ、政治系ダントツナンバーワンYouTuberですからね。インフルエンシャル、うん、そうですよ。インフルエンシャルの人間ですよ。ちょっと自分この間のあの、うん、選挙特番、うん、あの東野さんと、東野さんと、同説188,000。なんかね、私たちも実はその選挙特番じゃないんだけど、あの我々選挙特番っていうよりほら当事者だから、はい、当事者だよ、ね、当事者は真面目だよな。こっちは単なるお茶だけだよ。いや、全然真面目じゃないですよ。うちにだって代表が百田直樹ですから。いや、でも当事者だもん、一応。百田さんにしては真面目だったと思うんだよ。だから私は完全にお茶だけだからさ、申し訳ない、皆さんには、本当に。いや、あの当事者の人には本当にもう。でね、私たちね、はい、そのやってたわけですよ。やってたっていうか、うん、要するに記者が私たち全部詰めてて、はいはい、要は当選者が出たら、その度に記者の人たちがその百田直樹は、うん、鼻つける、それを、まあ、手書き、うんね、でつけるっていうのを撮ったり、はい、あるいはその度にしましたよね。あの当選者出るとじゃあ、はい、代表一言ってやってるわけ、はい、それを全部撮ってたんです、うん、これ明け方になってもですね、もう5万人とか見てるわけね、うん、異常な感じだったんですけども、はい、でもそれをはるかに上回る10何万っていうね、この選挙特番があるわけ、うん、で同説10何万誰だって見てたら、高橋さん、ふざけて、東野さん、高橋さんと東野さん、ふざけてやって、やられた、ふざけてやられたなみたいな。だってこっちはさ、もう完全におふざけでさ、うん、当時じゃないからもう出ためいこうっていう感じでさやってな、はい、でもう最初160万超えたから、まあね、160万いきます。もう本当にあのふざける、もう本当に真剣になってやってる人にはね、私ね、両親の呵責あったんで、100歳ありますなんて真剣になってやってんのにね、こっちお茶だけでお茶だけでこんな何やってんだって感じでさ、本当にさ、もう私らをもうエンタメでさ完全にお茶だけなんだ、あんたひどいもんだよ。もうだから私もだから多少両親の呵責はあるんですよ。でも東野さんが前はお祭りだったらいいんじゃないですかって言ってた、まあね、そう、ぜひぜひ、適当なことばっかり言ってさ、できればうちのことたくさん取り上げてくれれば、どんなお祭りでもいいですから。本当にあれだよ、もう本当ひどい話だよな。私もでもね、一応ね、真面目には、うん、あの一応学者でもあるんでね、はい、一応ほら選挙予測もあれは真面目にやってるんだよ、はい、ね、当てて、うん、それでね、やってるってどういう構造だったってこのちょっとね、はい、その要するにもあれはね、選挙予測するためにはね、票の動きとかそういうのの構造をつかまないと実は当たんないんですよ。なるほど。でその構造を、うん、が多分私当たってるから、私の構造はそんな間違ってないってことをちょっと解説、うん、はい、先ほどの資料ですね、そうそうそう、はい、したいと思います。これはこっからはちょっと真面目ですよ。お茶だけじゃない。はい、はい、これね、はい、ね、一番左が自民、あのね、うん、あのね、色ね、それで、うん、あのその左から右に行くとね、公明で、はい、それで一番上はね、実は2009年の時だから、はい、あの民衆、うん、でその後にこれ共産、うん、でその他、うん、でこれをね、あの実はね、衆議院選挙の比例票の比率で全部表して、うんうん、全部100なのね、なるほど。でね、これになるとね、安倍さんが頑張ったのはね、うん、にこの悪夢の民主党の時のこの数字ね、これ与野党で40ちょっと割るっていう数字だったんだよね、うん、これをグイーッと上げてきて、まあ、2021前回をってなったんで、これやったわけね、うん、あの上げてきたっていうのが安倍さんなんだよね、はい、はい、それでちょっと面白いのはね、うん、あの民主党はもういなくなっちゃったんだけど、はいはい、でもね、それをね、結構平行移動して下にグリッと来てる感じなの、うんうん、結構平行移動みたいに見えるでしょ。そうです、それでこれが、はい、もう当然民主党だから立憲民主党、うん、国民民主なんだけど、はい、その維新もそうなんだよ。維新の標的にはこれがあの民主党でグリッと来てる。でこのグリーがね、今回ね、また左の方にグイッと寄って、実は一番上と一番下そっくりなんだよ。本当だ。あ、本当ですね。そう、それでこんなのね、見るとね、私データだけ見てるんだけど、自民も公明もほとんど同じなんだよ。だから今回はね、実はね、あれなんだな、悪夢の民主党の時の選挙とそっくりになっちゃったって、うんうん、石破さんはこのくらいのことやったんだよ。そうですね、うんうん、それでこれになると、あのなんていうかな、あの民主党のやつっていうのは一回右の方に平行移動してこうなんで、はい、あんまり実は全体で変わんないの、うん、それでこういうふうに動いて、うん、一番右の方、ここが、うんうん、
そうですね、この星とか新しいところね、そうそう、これ一番右か、申し訳ない、これその他って書いちゃったんで、これはね、はい、分析上ね、あの星とかそういう、うん、きちんと書きにくくて、うん、要するにそうですね、これ傾向値を見るとそうそうそう、これでこういうふうに、空間がグイッと増える、なるほどね、これだからこれ言ってる意味は何かっていうと、もう昔の民主党のグループっていうのは取ってるようで取ってなくて、うん、実は一番左側の方の、うん、保守系の方がポイント右に移ってきて、そうですね、そういうふうな分析なの。だから、まあ、なるほど、それでね、それでね、じゃあね、国民はどうなのかっていうと、同じ旧民主、民主、旧民主の争いで国民が伸びると実は維新がへこむんだよ、確かに、話なんだこれ、いや、わかるわ、うん、これそんな、はいはい、数字で分析して、私のモデルもそんなモデルなの。だから、さっきちょっと言ったけど、自民も公明も維新も立憲も、うん、立憲、はい、国民維新はプラスマイナス2ぐらい当たったっていうのはこのモデルでやってる。そうか、だからどうせ国民が伸びるっていうのは、ああ維新減るな、そんな感じなの。今回はだからその自民党がね減らした、それが国民民主に行ったって、まあそれも、うん、まあ、間違いじゃないけど、ね、維新の票を送ったんですよ。そうそうそう、ね、これでね、旧民主の話がこうやって横にグイグイグイってきてるだけなんだよ、はいはい、そうですね、そういうこと、そうか、まあ進行、要するに全くの進行ではないけれど、でも、まあ、いわゆる第三極的になりうるところという期待があって、うん、かつ国民民主と維新の政策っていうのがちょっと今回違うっていうことがみんなに伝わった、はい、うん、だからこうなってるってことなんですね、うん、で現役世代に対してどっちがアピールするかっていうのは、当然今回は国民民主の政策の方がアピール度が高かった、うん、だからある意味政策を見て投票した人はそれなりに増えてるっていうことも言えるんですかね。それでね、共産のやつはね、ちょっとこれね、うん、右側のやつもちょっと細かく私は分析してるんだけど、はいはい、共産のやつでちょっと減ってんでしょ、これ減られて何が増えたかって令和だよ、だから旧共産枠みたいのがあってね、うん、それが、うん、共産と令和でこれやり取りしてるんです、大体そうですね、うん、若手の共産主義者は、そうそうそう、だそんな感じだ、うん、だからね、これね、一番右のところもね、実はね、うん、そういうふうにね、できるんだけどね、うん、一番左側の政党だけでもそういう争いが、うん、これちっちゃいんだけどね、ちょこ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 やってるんだ、ですからね、例えばこれ見ると公明党と共産党はやっぱり減らしてるんですよ、そうそう、まあ、公明党今回ね、その600万票割り込んだっていうのはかなりの衝撃だし、うん、そうやろうね、比例票がね、うん、だけどまあ、公明党共産って仲悪いけれども、うん、共通して言えるのは、私たちも実際ね、選挙戦やってみて分かりましたけどね、うん、やっぱり両方の支持者ものすごく高齢化してる、高齢化するとね、選挙に行けなくなるんだ、うん、そうなんですよ、うちの義理の母はもう90超えちゃったんで、ちょっと行けないんだ、うん、ね、まあまあまあ、もう連れて行くことはできるかもしれないけどね、うん、そう、すごい大変なの、うん、もう車用意して、うん、どうのこうのってね、うん、ちょっとね、1000円か2000円もらわないで無理やなって感じなんだよな、うん、だからね、それはいけないけ、うん、もう面倒くさい、行かないって言っちゃってなっちゃうってことですね、それでやっぱりね、高齢になってくると、もうそこの人一人から広がりがないんですよ、付き合いもしてないし、そうそう、まあ、で今の例えばね、 SNS だとか、はい、そういうものでつながってないでしょ、ないですね、だからもう広がりがないんですね、そうするとやっぱりこの、まあ公明党とやっぱ共産党の今後っていうのは、はい、うん、まあちょっと厳しい部分、厳しいわね、それはそうだよ、だん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 さ、うん、抜けていくようだから、うん、もう、うん、期間が過ぎれば過ぎるほど抜けていくわな、うん、という、これはちょっと真面目な分析であります。いや、これは本当に真面目な分析をする、これの足し算引き算をやってる、私こういうモデル作って、それで予測して、うん、これで自民の票がこうなるって、これはね、青木率が結構予測できるんだよね、それであとの残りのやつはこうなるっていうのを予測して、うん、はい、あとはだからこの、ね、やり取りね、旧民主党の中のやり取りみたいなのを予測してるだけなの、うん、そうすると結構当たるんだ、でだからもう、ね、日本保守党もね、もうちょっと数多くなると私の分析に乗っかってくれるんだけど、今はちょっとその他でやらさせていただくけど、もうね、ちょっとね、あんまりちっちゃいのはね、ちっちゃいと全体で分かんなくなるんでね、申し訳ない、その他の中のここに乗ってくるようになったら立派なもんでございますよ。手前味噌みたいなこと言うとあれなんですけど、これはね、朝日新聞の記者でずっとうちを追っかけてる人がいて、その人がその出口調査
の時に細かく取ってくれたんですけど、うん、つまりその自民党の支持者、自民党に入れたっていう人がどういう属性なのか、うち、んはい、に入れたっていう人はどういう属性なのか、うん、でうちに入れた人って実は現役世代が多いんですね、はい、40から60、うん、でまあ男性が多い、うん、つまり仕事してる人がやっぱり